七尾市役所は日本の地方公共団体である石川県七尾市の役所である。本庁舎は七尾市の中心部である袖家構地区に位置している。1939年に旧七尾市が市政施行した際、所口町に位置した七尾町役場を市役所として使用していた。しかし、市役所として手狭であったことから、1962年に袖替小学校が 八田郷小学校と統合して、三農小学校として、新築、移転したことに合わせて、袖貝小学校校舎を新庁舎として移転した。その後、老朽化が著しくなったことから現庁舎に、改築した。2004年、合併により発足した、新しい七尾市の庁舎となる。2007年に、能登半島地震の月水道復旧工事における、 指名競争入札をめぐる談合事件が発生し、警察による家宅捜索を行われた。2012年、竹本文平の引退に伴う七尾市長選挙で副市長であった福島とよかずが新人西市を大佐で退けて当選した。2016年、福島は無投票で再選を果たした。役員定数、会派不祥事居住実態がない現職市議の当選無効。 失職2013年市議選で初当選した西川秀信は市内の居住実態がなかったにもかかわらず出馬、当選したことから市民団体から告訴され最高裁判決により市議を失職した。現職市議が選挙違反で書類送検状期の選挙違反で失職した元市議は2017年10月の市議選で再び当選したが、 わずか5ヶ月後の2018年3月に実施される県議補選に出馬表明したものの、急遽取りやめた。その直後、市議選の選挙広報で、虚偽記載を行った容疑により父と共に、書類送検されたことが判明した。国保税滞納による市議報酬差し押さえ状記の選挙違反で、書類送検された市議は、2018年度の国民保険税を1年間滞納し、 市役所の督促にも応じなかったとして、議員報酬の差し押さえを執行された副市長の収賄逮捕2009年、市発中の土木工事などに絡み、業者から現金100万円を受け取ったとして、副市長が収賄容疑で逮捕された。ありがとうございます。